九州のお出かけ情報。九州のワクワクするお出かけ情報をお届けする九州のお出かけ情報。ついに九州のですね、北部も南部も梅雨も明けまして、夏本番といった感じです。本当にですね、最近の夏はもうとても暑くて、熱中症に要注意ということで、水分補給がですね大事なんですけども、九州はですね、自然が豊富なので、本当にですね綺麗な水がたくさん湧き出てます。ということで今日はですね、九州の名水、湧水、水源のですね有名なスポットを紹介したいと思います。ぜひ参考にしてクールダウンに行かれてみてください。それではどうぞ。不老水、カシー宮の裏手に湧く水で、その昔この水を天皇皇后に献上するご飯に使用した人が自らも300歳の長寿を保ったという伝説が残っています。縫の池、800年以上の歴史があり、一度枯れた湧き水が40年ぶりに再び湧き出るようになった神秘的な池で、美しい木々も人気のスポットです。島原湧水群、水の都とも呼ばれる島原では、市内50カ所以上に湧水地が点在し、街中に流れる水路では鯉が泳ぐ姿を見ることもできます。菊池水源、菊池川の水源でオオサンショウウオが生息するなど、豊かな自然が残っているため森林浴の場としても利用されています。池山水源、標高780メートルの場所にある豊富な湧き水で、一帯は樹齢200年以上とも言われる巨木や樹木に囲まれ、その神秘的な光景がフォトスポットにもなっています。白川水源、南阿蘇にある毎分60トンもの豊富な湧き水を誇る名水で、近隣にも良質で豊富な水が流出する湧水群があります。竹田湧水群、祖母山、九十山、阿蘇山系の大自然に囲まれた丘陵地に佇む城下町竹田では、町の多くの場所でこれらの山麓の清らかな水が湧き出ています。お池湧水群、原生林が残る黒岳の森の中にこんこんと湧き出る薄いブルーをしたお池、湧出量は1日約2万トンあります。井出の山湧水、霧島山麓の湧水群の一つで、豊かな自然環境からゲンジボタルの生息地としても知られています。井出の山公園でのチョウザメの養殖にも利用されています。丸池湧水、綺麗で透明な池を中心とした丸池公園は絵画のような美しさで、水路沿いの石畳の小道は散策にもぴったりです。いかがでしたでしょうか。不老水、その名の通りですね、長寿の伝説が残るですね名水なんですけども、ぜひですね、カシー宮の裏手にあるので、歴史あるカシー宮もですね、参拝してみてください。縫の池はですね、本当に復活したというですね、本当奇跡的な場所ですし、この白石町にはですね、白石レンコンというのもですねありますんで、ぜひそちらもおすすめです。島原湧水群は本当ですね、島原はですね、本当水の都というかですね、本当水路があって、でなんと鯉がねそこ泳いでるっていうですね、島原のですね夏のおすすめスイーツはもう寒ざらしですんで、ぜひ食べてみてください。菊池水源、菊池渓谷ともですね呼ばれるですけども、本当にここは自然がすごく綺麗なところで、紅葉の時期もおすすめです。
またですね、あの池山水源とか白川水源はもう本当にですねすごく有名なところで綺麗なとこなんですけども、とあの山吹水源とかですねもうありますんで、ここも本当は同じぐらいおすすめです。産山村はですね、あの産山牧場が産山プレイスに生まれ変わりましたんで、そちらも注目のスポットです。竹田湧水群、竹田もですね本当にあの水がですねいろんなところにこう湧き出ているところですし、水の駅オズルというですね、まあ、道の駅みたいなものもありますし、とぜひですねあのシュワシュワの炭酸の温泉にも入ってみてください。お池湧水群、ここもですねあのすごい綺麗なところなんですけども、あと近くにですねこう岩をこうなんですかね、根っこがわしづかみしたようなですね珍しいスポットもありますんで、ぜひそちらも合わせて見てみてください。井出の山湧水、こちらですねあの本当にあのチョウザメをですね養殖してて、なんとあのチョウザメの刺身とかフライとかチョウザメのですねグルメも楽しめますんで、ぜひ行ったらですね楽しんでみてください。丸池湧水、ここもですねあの本当に透明度が高くてあの絵画のような場所ですよね。あと湧水町というですねもう名前からしてねもう絶対あの水がですね綺麗な場所なんじゃないかなというふうに思います。ということで名水のスポットを紹介してきましたけれども、あと今回ですね紹介しきれなかったあのスポットもたくさんあります。阿蘇のですね水木巡りでですね、こう阿蘇ふもとにですねこう水がいっぱい湧き出てて本当に巡れるところもありますし、あと熊本はですね本当に地下水がね豊富で綺麗な水がたくさんありますので、ぜひおすすめです。今回紹介したところはですね実際にこう組みに行ったりもできるんですけれども、1回にですねあのこう組む量に制限があったりとかお金がかかったりするところもありますので、ぜひ行く際は事前に調べてから行ってみてください。美味しいですね水を飲んで水分補給をしっかりして夏を乗り切りましょう。以上、九州のお出かけ情報でした。最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひまた見てください。次回はこの動画か九州でお会いしましょう。